はい、えー、それからですね、えー、羽生選手に関する速報で、えー、これは嬉しい速報というのが入っておりますので紹介していきたいと思います。で、このままですね、羽生選手に関するコメントも取、えー、っていきますのでよろしくお願いします。はい、いちごプリンさんありがとうございます、えー。これ嬉しい情報ですよ。オリンピック公式ツイッターアカウントが羽生結弦の動向を世界が知りたがっているとつぶやいています。 えー、スケレン、えー、ホームページのコメントが更新されていないことで、えー、ファンの間では騒がれておりました。そうですね、僕も、えー、騒いでいた一人なんですけど、えーね、しかしそんな中、東坪さんがそのことについて、えー、切り込み取材をスケレンに行いました。えー、そしたらですね、えー、コメントは更新されていないのはミスではない。 しっかりご本人にも今シーズンも乗せていいかと確認を取った上で、乗せているとのことでしたということでございますよ、皆さん、はい。つまりどういうことかというと、あの更新されていないように見えて、あれは更新されている、ご本人に許可を取っているということだそうです。 つまり、羽生選手は今季の意気込みをそういうふうに語っていますがあれは昨年の意気込みでもありましたけれども今季の意気込みも引き続きああいった意気込みということが分かりましたのでつまり、えー、昨年と同じ気持ちで頑張るイコール現役続行ですねということで UP ということですね。はい、いやーということなんですよ、皆さんなのであの羽生選手、現役続行の可能性が非常に高いそしてさらに えっと、強い気持ちを持って、でも同じ気持ちで頑張るということですかね。はい、えー。現役続行を継続する可能性が非常に高いということが改めて分かりましたので、これは非常に濃厚な情報かなと思いましたね。はい。まあ、こんな感じでございます。ありがとうございます。えー、嬉しい速報でございました。はいえー、レモンみかんさん、ありがとうございます。 カブ君なんかまた日本のコロナがぼちぼち増えてきていますということみたいですね。今週は2万5000人くらいということみたいです。実はベルギーでもですね新型コロナの感染者数が増えています。急速に増えています。まあ、これはかなり油断をしているからかなと思っているんですが、オミクロンの日本型変異とかみんな慣れちゃってということですね。確かに。うん。 もうみんなあの新型コロナについて精神的に免疫がついてきてしまっているのかなとちょっと思いますね。それと春ごろから水道水の味は変わりましたということなんですがちょっとこれも気にななりりますうちのあた,りたちかな以前は尖ったようなしびれるような苦みがあったけど、えー、それが少し甘みが加わったようだということみたいですね。他の方はどううでしょうか なぜでしょうか管轄は変わったんでしょうか,なんかそういうことが起きているみたいです。そしてグランプリシリーズですが、6大会から5大会になるかもと言われていますが、ロシア杯の大会地は、ヘルシンキが名乗りを上げているようですね。あこの、この話はもうコメントにあったのかしら。なんかフィンランドで、ね、行われるということらしいんですけど、そしてアメリカはグランプリシリーズ欠場選手が、 ネイサン選手、ヴィンセント選手のほかに、ジェイソン選手も欠場するかもということみたいですね。で、8月に何かしら発表と言っていますねということなんですが、何の発表があるんでしょうかね、まだ分かりませんが、日本の宇野選手、鍵山選手、友野選手のグランプリシリーズ出場枠は2大会。 羽生選手は1大会らしいから NHK 杯に出るのかな、えー、それともカナダ杯あたりにするのかなということですね。まあ、個人的には1大会だけだとしたら NHK 杯になる可能性は高い気がしますね。うんまあ、今回回回ももし日本で2 2るんだったら2回とも NHK 杯ともう一つの日本の大会、羽生くんが出てもいいんじゃないかなと、ちょっとここのどこかで思ったりはしてるんですけど、秋以降の世界情勢がどうなるかわからないですが、少なくとも全日本と世界選手権には出場でしょうねということですね。うん、先ほどもありました、現役続行の可能性、かなり高いと思いますので、僕もですねあの羽生選手、世界選手権、ま、あ 多分今回に関しては全日本選手権に出ないと世界選手権の切符はもらえない可能性の方が多分高いと思うので、まあ、おそらく全日本選手権を目指してまずは行くのかなという感じはしますね。うん、世界選手権2023年3月,からあ3月20日から3月26日埼玉スーパーアリーナは絶対に羽生選手は出ると思います。え僕もそう思いますね うんまあ、なので、まあ、全日本選手権に向けて力を合わせていくのかなと思いますね。で、観客動員数を考えれば、またまたチケット大争奪戦のワールドですね、えー、その時はブリアンコーチが羽生選手のそばに来てほしいなという、ついていてほしいなということなんですけど、どうでしょうかね、うんまあ、そこら辺が気になりますね。うん、誰が横に、ディスクラに座るのか、そういったところも見逃しないと思いますね。 うん、まあ、僕ね、個人的にはね、安倍々美先生が、ちょっと、あの、羽生選手のそばに。久しぶりについて、見てほ、あの、欲しいなとも、ちょっと思うので、どうするのか、気になりますね。はい。いちごプリンさん、もう一度です。えー、銀座三越関西で、ええー、ポップアップイベントが始まっているということみたいです。で、これ、商品を買うと、AR ハニュウセルをゲットできるという特典付きだそうですよ。AR、これは仮想現実のことで、えー、現あ違うか。えっとね、拡張現実か。拡張現実、現実を拡張するというやつだった気がしますが、えー、その AR ハニュウセルをゲットできるという特典付きだそうですね。昨日が初日だったんですが、商品購入するのに2時間待ちだったようです。 2時間待ちというものがすごいですが AR 技術もすごいですね SNS ではいろんな AR 波乳が見られます皆さん遊び心満載ですということですね AR っていうのは僕も最近まで知らなかったんですけど拡張現実まあでもどんなものかっていうのは今一つよくわかりませんけどなんかそういった AR 波乳が見られるということみたいですね一瞬 a i と間違えちゃいますけどね AR だそうですよ あとべヨうさんありがとうございます。えー、かぶおはよう。羽生結弦店に行くのでバタバタの朝です。ということなんで、今多分もう行ってきて帰っていらっしゃるのかなと思うんですが、羽生結弦店に行くのでバタバタの朝です。いつも癒しの動画ありがとうございます。やっぱり鼻は癒されますね。あとベルギーいいですね。ということで、うん。今日は羽生結弦店に行って、実母の お金でランチ、ディナーをして実家に泊まってきます。普段のご褒美ですということです。実母のお金でっていうところがちょっとね、ポイントなのかなっては分かりませんけどね。うん。ぜひ楽しんでいただけたかなぁと思うんですけどもね。はい。さらにですね、桜子さんからもコメントいただきまして、かぶくんおはようございます。昨日から新潟伊勢丹で羽生結弦店が開催されました。 なんか県外の方も来ているということですえ今回は東京、富山、新潟、名古屋、大阪そしてラストがみなり県での開催ですが北海道や九州の方々が北海道や九州でも羽生結弦展を開催してほしいと熱望されているということみたいですねえ本当にそうですねえ開催されているところのえ。 近隣がが来るかもしれませんが北海道や九州となると大変ですよね、すごい大変だと思いますね。うん、あんまりこう遠出するにしても北海道とか九州とかそんな簡単に行けませんからね、うん、相当な前から周到な準備をしてないとかなり難しいので、こういうなんか地方での開催、ちっちゃくてもいいからね、やってほしいなぁと,はちょっと思うんですけど、今回は。 本当に北海道や九州での開催も考えてほしいと思います。あるいは逆に、こういった場所でやる場合、いつもは見られないような特別なものもね、あの見せればいいんじゃないかなと思います。となると、遠方の方から来る方も結構多くなるんで、逆に北海道とか沖縄とかね、沖縄はあれですけど、まあ、あのそういったかなりの,その難しい地域でやる場合は、あの大きくね、 開催するっていうのと遠方からもたくさんも来るしちょっといいかなと思うんですけどね。次回は北海道、えー、次回は本当に北海道や九州での開催も考えてほしいと思います、えー。できれば四国もです、えー。新潟は今曇りがちですが日中は暑くなりそうです。 季節が1ヶ月ずれていますということなんで、新潟は暑いということみたいですね。少しでも涼しい気分になるかと思って風鈴を3個下げてみました。え風が吹くとチリンチリンで、えー、涼しそうな、涼しそうな、いい音がします。あ、いいですね。ベルギーにはないですからね、風鈴は。うん。風鈴の風情はね、もうなんか風情があってとてもステッチだと思いますね。 えー、桜子さん、続きです、えー。羽生選手の写真集、私も買いたいんですが、うちの主人が、そんな写真集なんてみんな同じものしか写っていないのだろう。同じもの何冊も買ってとか、クリアファイルも似たようなもんだろうと、とても否定的です。えー、同じようなものではないのに、いつもは無関心で、私が写真集を買ってきても見ようともしないのに。 ととみんな違うののよと私は心の中で叫びました写真集は絶対に買いますということでね、最後強い意志を感じましたね。うん、あのねぶっちゃけねあの、あまり自分が興味ないものとかあって、人、あのなんていうのかなあの、なんでってなるわけですよ。例えば僕、あんま,すませんあの告白しちゃうと、野球はあんま全然わかんないんですね、野球、うん。で、やっぱこう、おじいちゃんとか野球すごい好きなんですよね。 友達とかも野球が好きな人がいて僕なんか見てるとなんかいつもなんか同じ試合をしてるように見えちゃうんですよ。うん。なんかいつもいつも同じことを繰り返しててなんか楽しいのかなってちょっとすいませんあのこれ勝手に思っちゃうんですよ。そういう思っちゃうことがあるのであのもしかするとあんま興味のないことに関してはそういうふうに思っちゃうのかもしれないですね。うん。僕たち我々はフィギュアスケートをご好きなんでなんかそういうふうにやっぱ違うっていうのはありますけどね。うん でもやっぱ興味のない相手とあのいくら話してもラチは絶対開かないんであ,のなんかあんまり、ね、語らないですね。うん、そうなので,でもなんか写真集は絶対に買いますってなんかすごい意思を感じたんで、うん、もう楽しんでいただければなと思います。でも自分がやっぱ楽しければやっぱ、ねうん、そこはやっぱりいいかなと思うのでもうなんかえなんか野球とか見てなんかいやこの試合はってすごいあの言われても、ね、なんかすごいぼう然としてるんですよね。 うん、だから日本のラーメン屋さんとか友達と入った時になんかそう野球の話してる人がいて僕はなんかいつもなんか同じ話題ばっかりなのかなってちょっとぼ然んと見てましたね。うんまあっそ,そ,そ,、ねはい、そしてこちらは読んだかなちょっと待ちくださいね。あ さんありがとうございます。かぶくんこんにちは、えー。実家ですということで、あれから、ね、実家に行かれたということはですね、羽生結弦店に行ってきました。今回は予約制ということもあり、すごく空いていて、空いていて、えっと、パネル衣装、えー、メダルをよく見ることができ、実母と衣装を見て、細いね、綺麗だね。 パネルを見ながらほーっと感心したり、金メダルを見て感動したり、目いっぱい楽しんできました。私の語彙力はこんなもんです。実母は楽しんでくれたみたいでよかったあ、良かったですね。それが何よりだと思いますよ。僕も語彙力は本当ないんですけど、まあね、もう言葉はいらないっていうか、もうなんか素直にね、そういうふうになんか感じるっていうのはね、素敵なことだと思いますね、僕は。うん。